はい、じゃあお別れです。夢をありがとう。めっちゃ楽しかった。楽しかったね。なんか動物の匂いだ。馬か。向こうの方からしてくんな。うん、風下だ。まずい、逃げよう。ね、動物の匂いするよね、向こうから。風に乗ってあの森の方から行こう。ドブの匂いとかじゃない。逃がすとこだけ取って。あ、はい。いや、ちょっと身の危険を感じるとのことで。そう、あのね、すごい獣臭がかつてないぐらいすごいするんだ。多分ここね、風下なんだよね。向こうに多分クマいるってさ、書いてあったじゃん。うん、クマ出没注意。うん、下手するとクマ来るから、ちょっと撤収します。でもこういう勘も結構大事だったりする。そう、昆虫採集においてね、マジで切り上げるタイミング間違えると死ぬ。行きましょう。行きましょう。行きましょう、撤収。雨の日のメリットは、こういう水たまりにもいるんでしょ？らしいよ。飛んで、こういう光に。あ、え、これ、え、ゲンゴロウじゃないよね。違う？これ何？え、じゃあガムシだ。あ、ガムシかなんだ。ゲンゴロウに見えた。ガムシ。でもこうやって水仙昆虫が飛んでくるってこと？そうそう、そういうことだね。へぇ、いっぱいいるよ。いっぱいいる。あ、ここにもいる。あ、あ、小島ゲンゴロウ。え、嘘。これ水たまりだからね、言っとくけど。小島ゲンゴロウ、かわいい、このしましまが。なんかさ、交尾してるの、やっぱこの子。食べてんだ。ご飯食べてるわ、今。うん。ゲンゴロウのこのさ、ぴょんって感じがかわいいんだよね。なになになに、でけえ、でけえガムシ。これが噂のでけえガムシか。でっけえガムシもいた。大きいね、こっちのガムシ。さっき言ってたのと違うじゃん。コガムシでしょ。あっちがコがつくのね。で、これでかい。で、これ触ってみ。意外と柔らかいの、背中。そう。あ、意外となんか羽、あの、例えるなら栗の表面って感じ。わかる。ちょっと押すとちょっとへこむ感じ、ね、うん、見て、クリクリのお目目。いっぱい死んでるガムシ。ガムシいっぱい潰されちゃうんじゃないの。こんなところに飛んでくるから。街頭採取楽しいんですけど。どうしよう。雨の日なんだけどめっちゃ楽しい。待って、ダメ。待って、でかい。ちょっとでかい。ダメ、成長いる。成長マジ。いた、いた。息吸ってる、息吸ってる。でかでか。成虫はこんな大きいんだね。バカでかい。でかい。てやったやん。やった。やったやん。やった。たぶん水たまりにこんないっぱいの楽しいね。ちょっと雨降り出したからリミットかもしんない。ざっと見て終わりにしよう。うん、でかやっぱ幼虫と。やっぱ幼虫と成虫。全然違うね。全然違うね。ちょっとオスメス見極めるわ俺、これ。ちょっと待って。メスの特徴、体が大きい。オスは体が小さい。亜生触板、先端が O。先端が凸。ああ、そういうこと。これ何？どっち？凸 O。あ、よーく見ると、へこんでる？あ、これメスか。え、待って待って、どっちだろう。気になるな。ちょっとまだ水生昆虫詳しくないので、わかる方教えてください。来ました。半端ないね。半端ない。こんな嵐の日あります？前が見えません。やばいです。すげえな。うわー、やば。どうしよう。どっか寄ろう。走るの危険だわ。あ、やばい、わやばい。ということで、無事を祈っていてください。はい、ちょっと雨がね、小降りになったんで前戻ってまいりました。ちょっとね、諦めきれなくてちょっともう一回とか言ってね。見た、見て見て。これゲンゴロウ。小島ゲンゴロウだ。小島、なんかストライプ薄いね。うん、小島じゃないかも。あ、ちょっと違う。何ゲンゴロウ。またもや。でかでかさっきよりでかいぞ。
これさっきとは別だよね。さっきと別。でかでかやった。3匹目、本日3匹目。やば、なになになに、ここやばいな。喧嘩して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 。ここにもいる。オスじゃんこれ。マジ？なんで分かるようになった？うん。ほら、ちっちゃいサイズが。大きさがさ、大きさが全然違うね。眺めコレクション。やばいやばい。やばいやばい。今日全部で何匹捕まえた？ちょっと逃げちゃう。なんかあの川のように歩いてるけど、これただの水溜まりだからね。夜の水たまりは暑い。これ雨限定じゃん。やばすぎ。これオスだ。これはやばい。これやばいでしょ。なんかまるでタガメがいっぱいいるかのようだけど少ない。そう、ね、これ少ないんだよ。説得力ないよね。マジで。はい、というわけでタガメ大量めっちゃ取れました。大量に取れました。こっちはちょっとまだ子供なのでちょっと 別部屋で。これ絶滅危惧種じゃなかったのか。でも分布の地図見たけどマジでほぼほぼ一部だったよね、分布図みたいな。これ多分オスなんだよ、あの、あで、この大きいのメスか。体格差でわかるらしい。このでかいのメスか。超でかいね、このメス。でかいね。やば。ちょっとね、これ自販機の前だと潰されて死んじゃうかもしれないので車に田んぼ逃がしに行きます。タガメってこんなにいるんだな。こんなに光に寄せつけられちゃうんだね。そう、走行性って言うんだけど、光に集まってくるんだよ、こうやって。すさまじい量。何にもレアやない。じゃあバイバイします。ありがとう、ありがとう、夢をありがとう、夢をありがとう。早っ、じゃあね。気持ちよさそうに泳いでいくね。立派だな。じゃあね。じゃあな。ありがとうね。これが水生昆虫の王者ですよ。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいよ。夢が叶いました。ありがとうね。元気でな。はい、というわけで秋の水生昆虫採集大成功に終わりました。ピューいかがでしたか。いや、すごかったね。感動だった。なんかでも私さ、マジでタガメいないからって言われてたのに、なんかこんないたからなんか、ね、全然なんか普通にいるなーって思っちゃったけど、いるとこにいるってだけで、うん、あの全国的に見ると本当に数が少なくて本当に一部だけなんです。そうなのでね、見つけてもね、なるべく逃がしてあげる方がいいというね、うん、ことらしいので、うん、まあ、ちょっと今回カクはまあ一匹だけ赤ちゃんのやつをね持ち帰ってきましたけども、まあ、成長過程をね皆さん見ていただけたらなと思いますね。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。